第1ラウンド、アンナからいきます。私がね、ちょっと悩ますことをやってます。途中しばらくですね、包丁器を据えて置いといてですね、ハトが入った。で、後から移動してます。そこでアンナがどんなバカ操作するかってことをですね、ちょっと確かめたいと思いますよね。どこだったかな。ほらほら、これだけバカになっとんだよね。だけど鼻を使ってるってことには間違いないですけどもね。ね。はい、ノーゲーム、ホー。ノーゲーム、ホー、ホー。ホー、ノーゲーム。ノーゲーム。ノー。あは。ノーゲーム。ノーゲーム。これ納得だろう。ノーゲーム。いや。ホー。はい、ノーゲーム。ほら、取った。ほら、取った。おお、これが本当のゲームだよ。ねえ。こういうとこバカになってんですよ。ねえ。いくら鼻が入ったといえどもですね、その後の、飼育管理によってこれだけ違うんですね。こういうことのですね、悩ましい姿を見てですね、やはり、どういうんですかね、まず一番最初に出てきた造語っていうのはですね、認定ですね。それからダウンドとかね、群長さばきとかいうような、私にとってはバカらしい話になってくるんですね。まさにそれがそのこのアンナがその前兆戦を今言ってるところなんですね。こんなことでどうしようもないでしょう。あっ、それでですね、これ一生懸命撮ったところ見てますよね。ね、これで昨日ちょっと撮影したんですけど、ノーノーノー、このまま離すとですね、今の飛んでった鳩の飛んでったね方向をこの頭で撮られてますよね。それをですね、忘れさすために、まずはどうするかな、前足を上げます。前足を上げてですね、見てください、髪っていうか、これどうなるかな、向こうに橋が見えてます。そちらの方じゃなくて反対方向ですね。ここを向けます。反対方向向けましたね。で、後ろに橋があります。で、それでちょっと歩きます。もうこれで忘れてます。ゴー。